東香川市は香川県の東端にあるし、香川県の東端に位置し、南部は東西に連なる佐抜山脈によって徳島県に接する。西は佐抜市に隣接し、北東は瀬戸内海に臨み、高松市と徳島市のほぼ中間に位置する地域である。瀬戸内海に注ぐ馬宿川、小海川、新川、港川、与田川、番屋川などの流域に平野部が開け、 市街地と田園地域を形成している。気候は比較的晴天の日が多く降水量が少ない瀬戸内海特有の温暖で穏やかな気候。ただし、香川県内では降水量の多い地域で滑水時に断水が起こることも滅多にない。香川用水にもほとんど頼っていない。1970年代から人口減少が始まり、現在では 年間約300人のペースで減り続けており、過疎地域に指定されている、県庁所在地の高松市からより離れた地区や、中山間地区での減少が特に顕著である、少子高齢化も進行しており、高齢化率では、香川県内の市の中で最も高い。そのため市では、小中学校や幼稚園の統廃合、高齢者施設の増設などを検討している、大部分の地域は、 明治期まで1000年以上、大内軍と呼ばれてきた。大内軍は明治に入り、寒川軍と合併し、大川軍となった。第一回市長選挙は2003年4月27日に行われ、新人無所属元町長による一騎打ちとなり中条、広しが12,610票で、新人無所属元引田町長の安倍政天を2099票差で破り当選した。 投票率74.35%。第2回市長選挙は2007年4月22日に行われ、新人無所属元市議による三つどえ選となり藤井、州上が8633秒で2位候補者の新人無所属元引き田町長の安倍晴天を1650票差で破り当選した。投票率が東かがわ発足時の市長選挙から低下した。 第3回の市長選挙は2011年4月24日に行われ、現職無所属と新人無所属元市議による一騎打ちとなり藤井、州上が1万1733秒で新人無所属元市議元引き立町長の安倍晴天を3000に差で破り当選した。2000、投票率が第2回市長選挙からわずかに低下した。第4回の市長選挙は 2015年4月26日に行われ、現職無所属と新人無所属元市職員による一騎打ちとなり藤井、衆生が9618票で新人無所属元市職員を476票差で破り当選した。参戦、投票率が第3回市長選挙から低下した。第5回の市長選挙は2019年4月21日に行われ、 新人無所属による4つともえ選となり上村、一郎が8626票で2位候補者、新人無所属元市職員を2580票差で破り当選した。投票率が第4回市長選挙からわずかに上昇した。漁業、編集そこで、引田漁協と香川県は、浜地養殖発祥の地として、他産地との差別化を図るべく、引田山の浜地のうち、 25メートル四方、深さ20メートル以上の大型の池須で栽培した4キロ以上のものを地域団体商標として認定された、引けたぶりとして売り出すことにした。香川県内はもとより、周辺の県や京阪神、東京でも積極的に PR を行い、特許庁の地域ブランドへの商標登録が決定した。2008年は、浜地養殖成功80周年。 ノアミはサブロ生誕100年にあたり、これを契機として、様々なイベントや、ハマチやブリを活かした、新商品の開発などの新しい試みが進められた。農業、編集小学校、編集中学校、編集小中一貫校、編集高等学校、編集図書館、編集博物館、編集虎丸人形劇ミュージアム公民館等、編集体育施設、 編集臨床研修病院、壁地医療拠点病院、第二次救急医療機関、香川県がん検診精密検査協力医療機関、香川県肝疾患専門医療機関、市内の5名診療所に医師を派遣している、三本松駅四国旅客鉄道市役所もより駅で、JTB 時刻表による代表駅は、さぬき白鳥駅であるが、特急渦潮は、 三本松駅には32本全便、佐抜白鳥に1日8本、引田駅に1日22本停車する。高松駅方面からの普通列車は多くが引田駅止まりのため、香川県際東端の佐抜愛用駅の停車本数は少なく、1日の平均利用者は20人ほどで、県内の駅で最も少ない。高速道路、有料道路、編集一般国道、編集主要地報道、 編集一般剣道、編集公安法による地方公安、編集漁港、編集引田、ひな祭りアナログ放送では、ほとんどの世帯で地元局に加えて、あるいは地元局を主張せずに、関西広域民法を主張していた。ただ、デジタル放送ではそれら関西広域民法の受信が困難あるいは不可能で、ケーブルテレビによる再送信が頼りとなるが、 再送信同意等の問題が立ちはだかっており、現状 CATV による再送信は行えてない。CATV による再送信が不可能な現状では、個別受信を試し見ることになるが、渾身のない MBS というトブは高性能アンテナの設置で比較的安定受信できる可能性が高いが、ABC と KTV の視聴困難は下に記載のある。 地元局の渾身が原因であるため安定受信が困難である。地元テレビ局、編集主に沿岸部では海を越えた小戸島局を受信し、内陸部では白鳥局を受信することにより、全チャンネルが視聴できる。ニュー、過去、アドは NHK 専用の中継局である。関西圏のテレビ局、編集ほとんどの世帯では、VHF アンテナを、生駒山に向けて、 関西広域民放を主張していた、特にアナログ放送に関してはほぼ全ての世帯で主張が可能であった。同じ駒山でも不意気局であるとぼテレビ大阪は出力が低く、加えて関西広域用の VHF アンテナに加えとぼ専用の UHF アンテナを上げなければならないため、アナログ放送でも主張する世帯は少数派であった。ただ、デジタル放送では、 大阪本局の指向性設定などのスピルオーバー対策やそもそも ABC と KTV に関しては距離が近く電波の強力な高松局で RNCKSB デジタルが同一チャンネルを使用しているため渾身をきたし安定した受信は困難となっている渾身のない MBS という都は20組織程度の高性能アンテナの使用で障害物等がなければ 比較的安定して受信することができる。デジタル海港の関西広域テレビの安定受信のためには、高松局の 15CH17CH 周波数変更か CATV での再送信が望まれる。一方、3テレビなど神戸の電波は送信所の標高が高く、距離も近いため、アナログデジタルとも遠距離受信用多素 CUHF アンテナを上げることにより視聴できる。 また、地元放送局との問題もないため、地デジ化以降、ケーブルテレビでの再送信も行われている。地元局、編集県外局、編集地元局、編集県外局、編集東香川市内の市外局版は、全域で0879である。東香川市以外で、同じ3本松 MA なのは、佐野木市で全域が0879。この域内では、市内通話が可能である。 三本松 MA の加入者総数は25,937回線。その他、対岸の小豆郡も、市外局番が同じであるが、都の小 MA のため市外通話扱いとなり、市外局番が必要となる。三本松 MA 収容局一覧、ありがとうございます。